ずに、キスプリクラ年上モデルとの交際疑惑、事務所は否定。クリクリとした瞳が印象的な美少女を今日だけで何度目にしたことか。可憐な花嫁姿からお茶目な女子高生役まで、昨年出演した CM は実に19本。若干17歳にして大ブレイクを果たした広瀬すずの勢いは止まらない。だが、春風に乗って届けられたのは、そんな清純派女優の奔放すぎるエピソードの数々だった。制服姿の少女が、同じ年頃の少年に背後から抱きしめられ、それどころかキスするようなカットまである。実は、ネット上に出回っているこのプリクラに映った少女が、デビュー前の広瀬すずではないかと取り沙汰されているのだ。彼女が通った、静岡県にある中学校の同級生に尋ねると、確かに、私が卒業した中学の制服だと思います。ただ、すずちゃんは、当時から可愛いと評判だったし、男友達も多かったから、こんな写真があっても驚きませんけどね。事実だとすれば結構なおませさんだが、所属事務所の担当者は、プリクラは加工できますし、現物がないので確認も取れません。本人は記憶にないと話していますと疑惑を否定する。とはいえ、その美貌は、芸能界入りする前から折り紙付きだった。別の同級生は、すずちゃんは、小学校時代から地域のバスケチームに所属して、男勝りな活躍を見せていました。おかっぱ頭で、化粧気もなかったけど、その頃から他校にも知れ渡るほどの美少女でした。お姉さんも綺麗なので、放課後になると、自宅の前に男子が押しかけたほどです。2012年に、姉の広瀬アリス、21と同じセブンティーンの専属モデルになった彼女は、2015年の CM 女王に輝き、2016年3月には、初主演映画、ちはやふるが公開されたばかり。しかし、プリクラの件はともかく、そんなシンデレラガールの奔放さを指摘する声は少なくない。モデル仲間の一人が明かすには、すずはイケメンが好きで、レンドラで共演したことのあるメンズファッション誌の年上モデルにアタックしていました。結局、その人は付き合っていた彼女と別れ、すずと交際を始めたようです。でも、当のすずが数ヶ月で飽きちゃって、自分から、振ったと聞いています。民放の制作スタッフも、意外な一面を暴露する。あれだけ人気があるのに気取ったところがなくて、収録現場で、若手芸人とも、気軽に LINE を交換している。ただ、芸人から届いたメッセージを、キモい。と一周し、ケラケラと笑いながらブロックしてしまうことも。オーディションの控え室では、周囲がピリピリしているのに、隣り合った子に、べちゃくちゃと話しかけていました。演技力に定評があるし、サバサバとした物言いが受けているのも、事実ですが。先の事務所担当者は、その男性モデルと交際の事実はありません。また、共演者と LINE の交換をすることはあっても、誰と交換したかは報告させています。だが、2015年6月に、トンネルズの皆さんのおかげでしたに出演した際には、なんで、自分の人生を、女優さんの声を、取ることにかけてるんだろう。という、音声スタッフをバカにするような発言が問題となり、謝罪に追い込まれたことも。